YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。はい、本日はフィリスを使って裏マモをやっていきたいと思います。76リーダーなんですけど、本当にね、快適に回ることができるんで、よかったら最後までご視聴ください。はい、1階層目、まずリーダーですね、フレンド両方とも使って、でさらに溜まったリナの武器ですね、こちら使ってヘイストしていきます。で1階層目ですね、1回1ターンですね、耐久してください。まあ耐久といっても8コンボすれば軽減貼れますんで、でこの時なるべく光は消さないで、消しちゃうとね突破しちゃうことがあるんで、そこだけ注意して、8コンボすれば軽減貼れますんで耐久は大丈夫だと思います。はい、で2ターン目から突破して大丈夫です。光の十字組んで突破していきましょう。本当にね、光の十字組むだけでコンボ加算がもうボン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 決まるんで、すごくね快適に、パズルが苦手な人でも結構ねコンボ組むことができます。で1段階変身では光の十字消しですね、1コンボ、1個につき2コンボ加算なんですけど、もう1回変身すると3コンボ加算になるんですよ。これが強い、本当に強いんでね、ぜひぜひ持っている方使ってみてください。はい、2回走目、あーボス来ちゃいましたね。ここもうここ突破すればもうあとは快適に行けますから、本当にここだけ頑張ってなんとかクリアしてください。はい、で、パーティーの編成ですね、紹介する前に、今この画像でねパーティーの詳細出てると思うんですけども、2箇所ほど実際にプレイしている内容とちょっと違う部分ありまして、1つはミトちゃんの聴覚性をプラスにするのをこれ忘れておりました。はい、なので実際はプラス11個です。プラスというか、十字ですね、十字消しの覚醒が11個になってます。まあでも11個でもね問題はないので、大丈夫です。はい、でもう1個はゴルフェイスについているのが、今実際は、スキル封印耐性ですね、あスキル遅延耐性ですね、スキル遅延耐性が6つついてるんですけど、これリダチェン耐性にしてください。なんでかっていうと、道中リダチェンされることが、まあね、デブのあいつがしてきますよね。あいつで、ちょっと変えられちゃうと、耐久できないんで、はい、これだけ変えてください。はい、では3回層目。はい、ハオマル使って、ミトちゃんに溜まっているスキル使ってヘイスト。で、リーダーの方ですね。こちら変身してください。変身しないと、追撃ができないんで、はい、ここでの変身は必須です。なので、1回層目で耐久しました。はい。で変身してしまえば本当にもうあとはもう十字組んでいくだけ、または耐久する際は8個も組むだけで耐久できますので、すごく簡単に回ることができます。まあ十字組むの苦手なんだよなっていう人、バッチね、まあ今僕はパズパスバッチにしてますけど、まあ、指バッチとかにして伸ばすのがすごくいいかなと。はい、でここ、まあ、ワンパンで突破してもいいんですけど、1回耐久してでフレンド変身するのがおすすめかもしれないですね。はい、でここも、普通に光の十字組んでどんどん突破していけば、でこれリダフレ変身したんで光の十字1個組むだけで6コンボ加算なんですよ。なので盤面で光の十字例えば3つ組んだら18コンボ加算なんですね。すごくないですか、めっちゃ簡単ですよね。なので20コンボも全然簡単に超えることできるんで、楽々回ることができるかと思います。はい、ではパーティー紹介していきましょう。まずはリーダーのフィリス、こちらに、雨小泉ですね、まあフレンドも同じなんですけど、スキル封印耐性6つつけてます。まあ HP がね、なんでこんなに上げてるかっていうと、これ HP を上げておくと、ソティスですね、ソティスの発狂耐えられるんですね。で、まあ、チームの HP が16万ぐらいあれば耐えられるので、まあ、多分これ雨小泉リダフレつければ、あのハオマルにね一応 HP が増えるこの竜の鉢巻きつけてますけど、これがなくても代用が効くかと思います。はい、で続きましてサブがミトちゃんですね。ミトちゃんにこれですね、ヘイスト武器、まあいろいろヘイスト武器あると思うんですけど、2ターンのヘイスト武器つけてます。でこれは、イリアスですね、イリアスの武器つけてます。まあ光のねこのコンボ強化もついてるんでいいかなと思います。であと覚醒無効と、全ドロップ強化をねパーティーに合うスキルになってるのでつけました。はい、続いて覇王丸、もうこいつが強い、本当にね化け物ですね。でこれ竜の鉢巻きつけてるのは、
チームでスキル封印耐性が3つしかないので、あと2つどれか補わないといけないのでこれつけてます。なのでもし竜の鉢巻きない方は鬼滅のね、お面スキル封印2つとかでもいいと思います。はい、で直角性は7コンボ、これあとまあ120レベルにしてますけど、多分いらないから、110でも全然問題ないと思います。 HP が16万いけばいいので、はい、火力も全然問題ありませんでした。でゴールフェイスですね、こいつも無効貫通枠として入れてます。本当はね、まあ、理想はウルバリンとか入れたいんですけど、そんなないんで、入れてません。はい、で先ほど言いましたリーダーチェーン体制、これつけてください。こいつにチェンジされると HP が半減になってしまうので、このフィリスのね半減があってもちょっと、ね、耐久できないので、で武器が属性吸収と、ダメージ吸収の両方ついてる武器つけてます。まあ理想はまあ伊之助とかがあると一番いいんですけど、ないんでね、一番の理想は伊之助です。はい、で4体目、渡るですね。これは文法だったかな、なんかの文法購入ですよね。でこいつを採用したのは、こいつ自体も十字持ってるのと、まあ光のキャラ、あとスキブがそれなりにあるのっていうことですね。はい、まあいろいろこの代用聞くと思うんですけどね。はい、でここにリナの武器つけてます。でこれがヘイストですね。まあここもリナの武器じゃなくても2ターンヘイスト武器だったらいいと思うんですけど、ただリナの武器のいいところは指伸ばしてくれるのとスキブがあるってところですね。なのでリナ武器以外で行くんだったらどっかで、スキブを補わないといけないっていうことはなってくるかと思う。まあバッチをスキブにしたりとかね、はい、なのかなと思います。はいはい、ということでどんどん、ダンジョンも進んでおりますけども、基本道中は本当に、光の十字組んで毎ターンか毎ターンフィリス打って光の十字組んでって感じでもうどんどん突破していきます。でもし光が足んなくなっちゃった場合は8コンボ組めば、まあそうです、大体耐久できると思うので問題はないのかなと思います。まあね、十字本当難しいと思うんですけどね、僕も苦手なんですけど。あーでここね、でカッパが3体来た時に盤面が本当こうやってお邪魔だけになっちゃうんですよ。お邪魔だらけになっちゃうんですね。まあこれはたまたま今光ね十字組めることになってましたけど、もしねない場合はハオマル使っちゃって全然大丈夫です。であと、ミトちゃんとワタルに継承しているヘイスト武器溜まったらこれももうガンガン使っちゃっていいです。あのゴールフェイスだけ使わないで溜めるようにしていけば大丈夫です。はい、で、ここですね、ここで暗闇目覚め、超暗闇目覚め来るんですけど、光のね十字を3つ組めば全部回復できます。まあただちょっと動画だと今2つしか組めてないんですけど、12個ついていれば、光の十字1個につき36ターン回復できるんで、はい、まあなので11個でも33ターン回復できるんで全然問題ないですよね。はい、いいですね。うん、素晴らしいと思います。はい、でまあ木の十字でもいいんですけど、渡るには木がないんで、だから最悪水の十字でもいいんですよね。ただフィリス使うと水が消えちゃうんで、渡る の, 光あの水の十字は多分組めないと思いますよね。はい、まあこういうところでね、もう全然ハオマルとか使って、無効貫通と十字っていうところも、まあ、必要になってくる部分があると思うので全然使っちゃって大丈夫です。でハオマル、もちろん火力要因としても採用したんですけど、ハオマル光と火と、回復のね3色陣で、フィリスが火をね光に変えるんで2色陣になるんですよ。なのでそこも、すごく噛み合うので採用させていただきました。はい、あー来ましたね、トット&ソーティス。でここでまあリダチェン体制にしちゃってるんで、ゴルフェイスが本来は、まあ、遅延されてしまうので耐久が必要なんですけど、全然耐久できますので、これなのでちょっと一回飛ばしますね。はい、ということでね、156,240ということで全然余裕で耐えられますので、8コンボしっかりすれば、でなんかちゃんと HP 回復してればですね、全然耐久できますので、ため直しはここでいくらでもできます。はい、では突破していきましょう。本当にねここを
ため直しが簡単にできるってところになると1個ストレス減りますよね。うん、なのでまあ HP もりもりにする必要はないんですけど、ある程度ね HP を増やす、だから雨小積みとかは2枚はねあった方がまあいいんじゃないのかなと。まあ2枚なくてもいいのかな。まあ16万あれば平気なのでね、全然大丈夫だと思います。はい、ミストルテイン、はここですね、ここでおい、確かねここ竜の鉢巻きじゃなかったと思うんですよ。何つけてたかな、たまたまですけどスキル封印されなかったんで、でここでスキル封印されちゃうと、まあスキル封印されても一応耐久はできるんですよ、8個もすれば全然。でもまあめんどくさいんで、グダグダやりたくないっていう人はやっぱりスキル封印体制はしっかり 100% にしておきましょう。はい、ここもね、光の十字組んでしっかりコンボすれば全然突破できますと。はいはい、でここでですね、ゴルフェイスにリダチェのね体勢をつけたのは、ここでね闇の方が出てきた時にゴルフェイス出てしまうと、あ、ゴルフェイスに変えられてしまうと、やっぱり無理だったんですよ、何回やっても。まあ多分いけるかな、最初ね、まあ、半減 HP 半減されますけど、まあいけるかなと思ったんですけど、ちょどうして無理でしたね。突破自体はできるんですよ、攻撃力としては突破はできるんですけど、耐久がねちょっと難しくなっちゃったんで、ゴルフェイスにここはちゃんとリタチェン体制をつけてください。はい、悪魔4姉妹来ましたね。まあここ問題ないです、本当にずっと、言ってることは同じですけど、ちゃんと、フィリス使って光の十字組んで、コンボすれば特に問題ないです。本当にね言うことないんですよ、もうフィリス使って十字組んでいってください、もうそれだけでいいです、難しいこと言ってないです。なのでまあ継承とかね余裕がある人は、まあ指を増やせるような継承をつけていくのがいいんじゃないですかね、うん、やっぱ十字組むって難しいですからね、そこら辺がネックになるだけじゃないかなと僕は思います。はい、ラファエルも突破です。本当にね何も特に事故もなく、おそらくまあ最初のね2階層目のルシファーだけだと思うんですよね。9割キューブ死ぬ原因はあそこです。うん、あと道中で8コンボ、あ、8コンボ組めなかったってなって攻撃されて死んじゃうぐらいだと思うんですよね。他に死んだの、あ、まあまあまあ、僕リダチェン体制つけてないでゴルフェイスになって死ぬってことありましたけど、それ以外ではね多分死んでないんじゃないかな。これ相当なことがないと、多分相当ミスしないと多分死なないと思うんですね。で、あ、ここでカスロ出てきましたけど、唯一というか、まあ僕の持ちキャラのちょっと貧弱さのせいなんですけど、どうしてもですけど、ちょっと L 字キャラ入れられなかったんですよね。L 字キャラとか L 字の継承つけられる人は、ここつけた方がもちろん簡単です。なので、武器とかに余裕がある人は、L 字武器ないし、L 字を持ってるキャラを編成に入れるっていうのが、いいかと思います。はい、でね、もう全然ハオマル使っちゃっていいんでね、ガンガン使っていきましょう。本当にハオマルとの相性いいんですよ。ただこれはちょっと作りすぎですね、光を光をちょっと今回で作りすぎちゃったんで、ただ相性いいんですけどね、ハオマルのエンハンス上書きしちゃうっていうのもちょっとあれかもしれないですね。さあ困っておりますね。ああ結局組めませんでしたまあまあ全然ほんと8コンボ組めば突破できますから、はい、いいですね。さあ奇跡の階層ですね。ここも特に本当に問題ないです。まあ唯一ネックなことがあるとすれば、片方だけ残しちゃって火力が10倍になっちゃうで、なおかつ超根性が剥がれてない。でも多分ねフィリスの十字組んでのコンボ組むってやつをやれば超根性は剥がれないってことはないと思うんですよね。黙ってても本当にカンストしますから。光十字3つ組むだけで18コンボ破産ですからね、素晴らしいですよね。はい、行きました。でここもまあどのキャラが出ても全然
大丈夫です。まあここはちょっとさすがに1ターン耐久しますけど、シンファとか出てきてもね、うん、問題なかったと思うんですよね。無効貫通組んで8コンボすれば特に無効貫通のキャラで不安なところは確かなかったかな。まあ全力組めばどのキャラが出てきても問題ないと思います。はい、突破してみましょう。まあ本当に危なげなく、ボスの回想もね来ることができました。でボスの、メノアですか、ここまあ注意点としては一気に削っちゃってそのバーストされるみたいな、まあそれぐらいかな。でもまあ光の十字2つぐらいでいい感じに削れたと思うんですよね。うん、3つも4つもみたいなやってたらそれは別ですけど、光の十字2つぐらいで、根性も剥がれていい感じになったと思います、うん、そうですね、まあ、落ち込んがすごいいっぱい来ちゃえば別ですけど、まあ、ここも全然問題ないですね。次の階層のメノアですね、まあ、5色どれか出てきますけど、闇のメノアが出た時だけですね、光の吸収になっちゃった時だけは、まあ僕の継承の場合はですけどね、もちろんここでゴルフェイスに属性吸収ダメージ吸収2ターンの武器つけてれば全然問題ないですけど、これ1ターンなんで、なので10ターン耐久してから突破がいいかもしれないですね。その光吸収がなくなってから突破が楽かと思います。はい、今回火ですね。なので水吸収なんで、特に問題ない。ただ唯一は渡るの副属性が水なんで、水を汲んでしまって木を汲んでないっていう状況の場合だけ、ダメージが残ってしまうんですね。でもあとは本当にもう十字組んで思いっきり殴るだけなんで、すごく楽だと思います。さあじゃあどれぐらい削れるか、多分いい感じに削れる。これ十字2個組んでたかな、組んでますね。ちょっとパズルが迷走してますけど、はいはい、おそらく緑も十字組みたかったんでしょうね。はいはい、こういう感じですね、なので全然思いっきりぶん殴っていただいて大丈夫です。ただまあ根性あるんで一撃で行く場合はちゃんと追撃を組みましょう。でこれぐらいだったらそうですね、もう、追撃を含んだ攻撃をしていくのがいいのかなと思います。本当にねこういう時どうやって組めばいいのかちょっと僕も分かってないんですけどね。いやーひどい、我ながらこう客観的に見るとひどいパズルですね。本当に、あ、いい落ち込んですね。はいはい、そろそろ決められるんじゃないでしょうか。でキーメノア出た時も半分まで行ってで半分行ってから吸収目を使って思いっきり殴ればハオマルとか使ってね、本当に十字に突くんでとかにすれば突破できると思うんで、全然チャレンジしてみてください。まあ不安な人は本当に吸収武器のところに2ターン吸収武器ですね、イノスケの武器とかね。イノスケの武器いいですよね、本当欲しかった、持ってないんですよね、あれがあると最高ですね。はい、といった感じでね、本当に簡単に立ち回れるので、フィリス皆さん持ってる方は使ってみてください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。